か嫌になる。でもそれが狙いなんかなと思って、なんかこうだらーっとして。そうなんですよ。だから国会なんかも誰も見たくない、こんなんはと思わすのが手なんですよ。でずっとそれは成功してきたんですよ、はい、だからみんな国会なんか見たくない。そうですね、うん、また野党がごちゃごちゃ言ってるだけみたいなイメージがあって、どうでもいいこと何回も聞いてみたいなね、安倍さんかわいそうみたいな、なんかそういうようなことだけがなんか残る。でどうちゃんと見てくださいよ国会を、と、どっからその安倍さんかわいそうなんてことが出てくるのかっていうようなことですよ、はい、だから今日もなんかツイッター見てたら、はい、あのまあ小学校ぐらいの娘さんかな、一緒にお父さんが国会を見てて、で安倍さんが、まあアホなこと答えるわけですよ、正直。で共産党とかの質問にはもう原稿に書いてると同じこと何回も言うわけですよ、ね、でそれ見てた娘がね、この人あのアホなのって聞いたらしいんですよ、でお父さんそうだよって言ったらしいというのをツイッターで書いてて、はい、まさに子供が見たらそう思いますよ、この人アホなのっつって、ちゃんと自分の、でしかもね、あのほらルビー振るとか振らんとかいう話があるじゃないですか、はい、原稿読むときに間違う可能性があると、安倍さんは、はい、ルビーとかないと、はい、漢字を間違うというね、もう今まで何回も間違ってきた、反省もない、だからもう答弁書作る人が、まあ、ルビー振ると、でもまさかカタカナにルビー振れないじゃない、はい、だからあのなんか英語のね、なんかその試験がどうのこうの、今、はい、なんか今そうですね、腕をやってるんか、はい、で英語をやっぱりこう習得しておくっていうことは、あのその人のまあ力になるし、武器になるから大切なことじゃないですか、はい、人生を渡っていくにあたって、あるいは仕事するにあたって、でその時に英語はまあ のそういうビジネスに対してのね、あの必要な何々です、だって言うんですよ、はい、普通まあカタカナで書くとしたら、まあ、ツールっていうよね、英語は必要なツールです、はい、で多分ツールって書いてるんですよ、で分からへんから、安倍さんツールという言葉が、はい、英語はまあ必要なルーツですって言ったんです。ツールとルーツはまた違うじゃないですかなるほど、はい、ルーツってどういうことって、ルーツをたどるとか言うけど、まあ、英語発祥はどっからかみたいなことだと思うんですけど、英語はそのビジネスにとってまあ、必要なルーツです。明らかにツールって書いてるの読み間違ってるわけでしょ。だからもうツールって書いてる人はそれ以上やりようがないじゃん。そうですね。それも間違われたら終わりやん。だからまあ内容、何を自分が喋ってるかっていうこの想像ができず読んでるってことなのかな、意味が分かってないわけですよ。普通咀嚼してないってことですね。咀嚼全くしてないわけよ。普通さ、それルーツって書いててもさ、あこれはツールの間違いやということで、ルーツって書いててもツールって読むやん普通。でもツールって書いてるのは、ルーツって読むということは全く何も考えてないということですよ、ですね、これっぽっちも、その答弁書の内容も読んでないし、何の答弁してるかということを全く把握してないからこそそんな言葉が出てくるんですよ、これは誰がどう言うとそうでしょ、はいね、だからあのいやそれは答弁の人がルーツって書いてたんやというような安倍用語の人もいるかもしれないけど、ルーツって書いてもルーツと言わないよ、それツールでしょって普通、でしかもツールって書いてるはずや、そうですね、いやもう今のね国会だったら、ルーツはツールとも言いますって閣議決定しそうなぐらい ねそういう場合もあるって言いそうなぐらいの意見ですけど、ぐらいのですよねそうそう、だからね、ユニコート書いてってなるんですよ、はいはい、三原淳子さんがですね、セクシーナイトの三原淳子さんがはい、あ三原さんなんかね、話題になってましたね、話題でしょ、ツイッターで、そうなんですよ、でなんかね、あの政権与党に関してどうのこうのというようなね質問が、はい、まあ、三原淳子さんにツイッター上で寄せられたわけですよ、あなたも政権与党の人間じゃないですか、いやな違う政権与党ではないですみたいなことを言うて、なんでやねん自民党の議員なのにみたいなのにあるじゃないですか、でこう炎上ちょっとしたんですよ、でそれを受けて三原淳子さんがですね、まあいろいろとですね、私のこの皆さんからのコメントがすごいことになってると、だからあのちゃんと正確に申し上げましょうと、政権を握っているのは総理大臣だけですよって書いたわけよ、はい、ひどい話でしょ、議員制、ね、内閣というか議員制民主主義というか、そうですね、議員制内閣なんと心得てるのかっていうのはことなんでしょうけども、まあそういうことを書いたわけですよ、ね、政権を握っているのは総理大臣だけで独裁かって話じゃん、でそれでまあ当然炎上するじゃないですか、そうです ね至る所で炎上したんですよ、でそれの言い訳が、行政府の長はまあ総理、まあ、首相であると、どの政権のそれは同じことと申し上げたって言うんですよ、いや違うやん、そんなこと申し上げてないやんか、ね、あなたが言ってるのは政権を握ってるのは総理大臣だけ、総理大臣が全てを握ってるんだって書いてるわけですよ、それが炎上したらさ、そうですね、行政府の長は総理大臣やから、
どの政権のそれは同じやからそういうことを書いただけって言ってるんだけど、もう言い訳にもなってないでしょ。そうですね、この人なんかこの、うん、その反乱したそのまあ炎上の元になったそのツイッター私も見たんですけど、はいはい、まあいろんなね人の写真がわーっと貼ってあって、うん、もうこのメンツひどいみたいなので書いてたのに対しての反論ですもんね。そう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 、ほんまにそう思とうってことですもんね。そう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 、いや私ら関係ないよみたいな、関係ないですよと、うん、でももう総理やからそうそう、でその書いた人はそういう意味で言ったわけじゃなく、はいはい、ね、こう全体をこう揶揄するために書いてるのに墓穴掘った感じでしたもんね、うん、ですよね。うん、で本当にかこの人ねそう考えてる節があって、思ってるんですよね多分ね。ね、うん、野党のなんか問責やったかな、うん、総理大臣に対して、うん、やめろみたいなことがあったじゃないですか。はい、でその時にそれを受けてこの三原さんがですね、はい、総理に無礼であるというね、うん、ことを言ったことがあったじゃないですか。うん、ましたね、あったでしょ、恥を知れというね、うん、恥を知れ言ってましたね、うんうん、恥を知れですよ。うん、ね、だからそこまでこう安倍さんを用意してる。そうですね。で、まあ、これ僕も見たんですけど、はい、ほら政見放送というか、うん、選挙の ありましたね、あったでしょ、はい、うん、その時にその安倍さんと三原じゅん子さんがこう2人でこういう感じで出て、はい、でこう言うんですよ、はい、三原さんが総理にね、うん、安倍ミックスの下で経済好調ですね、うん、あそうですね、より以上の三本の矢を放っていきたいですみたいなこと言うわけですよ。うん、そうですね、でその次に内政では子ども高齢者など弱い立場のある人の声に耳を傾けながらできる限りの政策を進めておられます、うん、素晴らしい、ね、そう言ってましたね、ええ、もう弱い者の声は大切ですからねみたいな、こういうことでしょう、うん、全く聞いてないですよ ね、 ね、弱い者をもうほったらかしですよ。ほんまですね、そして、うん、極めてこれですよ、外交では世界の真ん中で輝く新しい日本外交の形を作ろうとしています、うん、まあ ね、 ね、みたいなね言ってましたね、なんか架け橋がどうのこうのとか言ってましたよね。そう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 、ものすごいでしょ、うん、こんな歯の浮いたようなこと言うてでこうなんかまあまあまあみたいなさ、うん、こうなんかなんやのいやね、あれね、なんで三原重工が出てくる必要があるのかもわからないし、わからないし、うん、でまあ僕ねこんな言い方したらね、女性蔑視と言われるかもしれないし、うん、まあ僕昨今ねやっぱりこの日本はまだまだ女性に対して、うん、差別意識がみんな強い、うん、無意識のうちにね、うん、やっぱりそれは絶対直していかないといけないので、うん、今僕発言するのもそういうことの一端かもしれないけど、はい、あえて言わせていただければ、うん、まあ、三原純子さんというのはこれ絶対失礼な言い方なんですけど、うん、やっぱりまあその議員という括りの中では、うん、やっぱりかなりの美形で、うん、いらっしゃると思うんですよ、はい、でなおかつその男性、うん、まあ、総理に対してやけどこれだけ歯の板のことを平気な顔して言えるというのは、うんうんうん、結構やっぱりその男性に対して媚びを売るのがお上手な、うん、で売られた媚びを売られた男性方も悪い気はしない、うん、そうですね、ということでね、うん、をまあそういう意味ではその自らのその美貌武器に、うん、出世していくタイプやと思うんですよ、うん、でこういう人が僕一番正直言うたら、うん、女性の中の女性の敵っていうか、うん、こういうやり方をしていく女性がまだまだいるんだ、うん、でこういう女性が多いと男性は気分がいいんですよ。そうですね、一歩引いて、うん、男性を立てて、うん、でちょっと美形みたいなね、うんうん、でもこういう人が議員であるっていうのは僕は議員じゃなくって、うん、例えば別の商売があるじゃないですか、接客の。そうですね、そういうところに行くべきだと思いますよ。なんかその、うん、もちろんそのね政治家として、うん、はい、例えばこうポスターとかバーって並んだ時に、うん、やっぱ綺麗な人に票を入れてしまうっていうのは絶対あると思うし、うん、はい、ありますよね、うん、それも分かった上で、はい、その要請し、まあ、連立する、うん、党も別にこれは与党関係なく、うん、野党関係なくみんな絶対あるはずなんですよ。ありますどうせやったらちょっとこう綺麗小切れ方がええんちゃうかとか、ね、幸福実現党なんかむちゃくちゃ綺麗じゃないですかみんな、はい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 、だからそういう、まあ、戦略の一つだし、うん、だから三原純子さんもまあお綺麗だし、うん、その経歴ね女優としての、はい、でを生かして今政治家になられてると思うんですけど、はい、すごいやっぱこうアイドルになってしまうんですよね、うん、そういう、うん、杉田美代さんもそうでしょ、なんかこうアイドルちょっと過激なやんちゃなこと言って、はい、おおって余裕みたいな、そうそうそう、うん、なんかこうそういうのに染まっていってしまうというか、はいはいはい、かといって私は、うん、そのなんだろう、うん、女性の武器というかそういうこうなんかこうなん重い話してても、うん、なんかいたら華やかな花のある人っているじゃないですか、うん、はいはいはい、まあ、別にそういう意味で女性議員がいても全然いいと思うんですよ、うん、それはまあベーシーそういうの言う
のが、うん、まあね、ダメだっていう人もいるかもしれないけど、はいはい、だからなんかちょうど間ぐらいがあったらいいのになと、あの、うん、ああいう蓮舫さんみたいな、ああいうわーっていうとか、うん、辻元さんとかの、うん、と宮原純子さんの間